こんにちは。今日の講義は書籍。審判バリュー投資入門グレアムとバフェットを超えるために、です。この本は、バリュー投資の基本を学びたい人にとって非常に役立つ内容が詰まっています。著者は、ブルース・ C ・グリーンウォルドとジャットカーンという二人の投資の専門家で、彼らはバリュー投資の理論を現代の市場に適応させるための新しい視点を提供しています。特に、 ベンジャミン・グレアムやウォーレン・バフェットといった著名な投資家の手法を踏まえつつ、現代の経済環境における投資戦略を探求しています。この本は、初心者から経験豊富な投資家まで、幅広い読者に向けて書かれており、実践的なアドバイスが豊富に含まれています。本書は大きく分けて数つの章に分かれており、それぞれがバリュー投資の異なる側面を詳しく解説しています。最初の章では、 バリュー投資の基本的な概念について説明しています。ここでは、バリュー投資とは何か、そしてなぜそれが重要なのかを解説しています。著者は、バリュー投資が単なる安い株を買うことではなく、企業の本質的な価値を理解し、それに基づいて投資を行うことだと強調しています。この章では、バリュー投資の歴史や、グレアムとバフェットの投資哲学についても触れています。次の章では、 具体的な投資手法についいてて詳ししく説明しています。この部分では企業の財務諸表をどのように分析するかそしてその分析をもとにどのように投資判断を下すかがテーマです著者は利益キャッシュフロー負債比率など重要な指標を一つ一つ丁寧に解説し実際のデータを使った具体例も紹介していますこれにより、読者は理論だけでなく、 実際の投資に役立つ知識を得ることができます。さらに、リスク管理の重要性についても詳しく述べられています。この章では、投資に伴うリスクを理解し、それをどのように管理するかが焦点となっています。著者は、リスクを完全に排除することは不可能であるとしながらも、適切なリスク管理の手法を紹介しています。特に、ポートフォリオの多様化や、 損失を最小限にに抑えるための戦略についいてて具体的なアドバイスが提供されています続いて著名なバリュー投資家の成功事例が紹介されるショーでは実際に成功を収めた投資家たちのアプローチや思考方法について詳しく解説していますここではウォーレン・バフェットやチャーリー・マンガーの投資スタイルが取り上げられ彼らがどのようにして市場で成功を収めたのかを学ぶことができます具体的な投資事例を通じて 彼らの思考プロセスや判断基準を理解することができ、読者は自分自身の投資スタイルを見直す良い機会となるでしょう。最後の章では、現代の市場環境におけるバリュー投資の展望について考察しています。著者は、現在の経済状況や市場のトレンドを分析し、今後の投資戦略についての提言を行っています。特に、テクノロジーの進化やグローバル化がバリュー投資に与える影響についても触れ、 未来の投資家がどのように対応していくべきかを示唆しています。投資の基本を学びたい方や、より高度な投資戦略を模索している方にとって、必読の一冊と言えるでしょう。本書の中で特に注目すべき点は、著者が提唱する、新しいバリュー投資のフレームワークです。これは、従来のバリュー投資の概念を現代の市場に適用させるための方法論であり、 特にテクノロジー企業や新興市場に対するアプローチが含まれています。著者はこれまでのバリュー投資が主に伝統的な産業に焦点を当てていたことを指摘し今後はデジタル経済やテクノロジーの進化に伴って新しい価値の創造が求められると述べています。また本書では企業の質を評価するための新たな指標も提案されています。従来の財務指標に加えて 企業の成長性や競争優位性経営陣の質などより多面的な視点から企業を評価することが重要であると強調されていますこれにより投資家は単に安い株を探すのではなく長期的な成長を見込める企業を見つけることができるようになりますさらに著者は実際の投資戦略についても具体的なアドバイスを提供しています例えば企業の評価を行う際には DCF ディスカウントキャッシュフローモデルを用いることが推奨されています。このモデルを使うことで、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価することができ、より正確な企業価値の算出が可能になります。著者は、実際のケーススタディを通じてこの手法の具体的な使い方を示し、読者が自分自身で実践できるようにしています。また、投資家が陥りやすい心理的な罠についても触れています。 市場の感情やトレンドに流されず、自分の投資哲学を持つことの重要性が強調されており、特に群衆心理に対する警戒が呼びかけられています。著者は、成功するためには冷静な判断が必要であり、感情に左右されない投資を心がけることが大切だと説いています。さらに、本書では投資の実践において役立つツールやリソースも紹介されています。具体的には、データ分析のためのソフトウェアや、 企業情報を収集するためのオンラインプラットフォームなどが挙げられていますこれらのツールを利用することでより効率的に情報を収集し分析することが可能になります最後に著者は投資の学びを続けることの重要性についても言及しています市場は常に変化しており新しい情報やトレンドが次々と現れますしたがって投資家は常に学び続け自分の知識をアップデートする必要があります 本書を通じて得た知識をもとに、さらに深い理解を目指すことが、成功する投資家への道となるでしょう。このように、審判バリュー投資入門グレアムとバフェットを超えるために、は、バリュー投資の理論と実践を深く掘り下げた内容であり、読者にとって非常に価値のあるリソースとなっています。投資の世界に足を踏み入れたい方や、さらなる成長を目指す方にとって、学びが多い一冊です。 本書のもう一つの特徴は、実際の投資家のインタビューが含まれていることです。著者は、成功したバリュー投資家たちに直接インタビューを行い、彼らの投資哲学や実践的なアドバイスを収録しています。これにより、読者は理論だけでなく、実際の投資家の経験や知見を学ぶことができます。例えば、ウォーレン・バフェットの投資スタイルや、チャーリー・マンガーのリスク管理の手法などが具体的に紹介されています。 また本書では投資の心理学についても詳しく解説されています投資家が陥りやすい心理的な罠や感情に左右されないための戦略が紹介されています例えば損切りや利益確定の重要性また市場の感情に流されないための対策などが具体的に説明されていますこれにより読者は投資において冷静な判断を下すための心構えを身につけることができますさらに 本書では投資の実践において役立つツールやリソースも紹介されています。具体的にはデータ分析のためのソフトウェアや企業情報を収集するためのオンラインプラットフォームなどが挙げられています。これらのツールを利用することでより効率的に情報を収集し分析することが可能になります。また著者はこれらのツールをどのように活用するかについても具体的なアドバイスを提供しています。また 本書では投資の学びを続けることの重要性についても言及しています。市場は常に変化しており、新しい情報やトレンドが次々と現れます。従って、投資家は常に学び続け、自分の知識をアップデートする必要があります。本書を通じて得た知識をもとに、さらに深い理解を目指すことが、成功する投資家への道となるでしょう。本書を読むことで、読者はバリュー投資の深い理解を得ることができ、 実際の投資に役立つ具体的な知識を身につけることができます。著者が提示する新しいフレームワークや手法を学ぶことで、従来の投資スタイルにとらわれず、変化する市場環境に適応した柔軟なアプローチを取ることが可能になります。これにより、投資家はより多様な選択肢を持ち、リスクを管理しながら自分に合った投資戦略を構築できるようになります。また、企業を評価する際の新しい視点を得ることで、 単に株価が安いからという理由だけでなく企業の成長性や競争力を考慮した判断ができるようになりますこれにより長期的に価値のある企業を見つけ出し安定した収益を上げるための基盤を築くことができるでしょうさらに成功した投資家たちの実際の経験や考え方を学ぶことで投資の判断を下す際に必要な自信や視野を広げることができます心理的な側面についての理解も深まります 投資は感情に大きく影響されるため冷静に判断することが重要です著者が紹介する心理的な罠やそれを避ける方法を学ぶことで感情に流されずに理性的な投資判断を行う力を養うことができますこれにより短期的な市場の変動に振り回されることなく長期的な視点で投資を続けることができるようになりますさらに具体的なツールやリソースを活用することで 情報収集や分析が効率的ににに行えるよようになりりますこれにより投資の準備が整いより自信を持って市場に臨むことができるでしょうデータ分析のスキルを磨くことでより精度の高い投資判断が可能となり競争の激しい市場でも優位に立つことができるかもしれません読者にとって非常に価値のある学びの場を提供します投資の理論と実践を通じて より良い投資家になるための道筋を示してくれる一冊です。これからの投資活動において得た知識を生かしさらなる成長を目指すことが期待されます。バリュー投資において重要な要素の一つは企業の本質的な価値を見極める力です。これは単に株価が低いから購入するのではなくその企業が持つ資産利益成長の可能性を総合的に評価することを意味します。投資家は 企業の財務諸表を分析し過去の業績や市場のトレンドを考慮しながら将来のキャッシュフローを予測する必要がありますこのプロセスでは特にディスカウントキャッシュフロー DCF モデルが役立ちますそして最後に読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切ですなぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからですどれだけ知識を積み重ねても 健康ででなければその知識を生かすことができません特に現代社会では忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですがこれこそが私たちが日々の生活をより充実させ長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回はダイエットだけでなく健康管理にも特化した重要なサービスである「ライズアップ結果にコミットプライベートジム」をご紹介します。 ライズアップは、その名の通り、結果にコミットすることを強調していますが、これは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。ライズアップのプログラムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されており、あなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は、過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。 トレーナーがあなたの目標ライフスタイルそして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し効果的にサポートしてくれるので結果が出やすい環境が整っていますまたライザップは単に運動だけに頼るのではなく食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています無理な食事制限はせず健康的に食べながら痩せることができるように トレーナーナが食事のアドバイスを提供しますこのアプローチによってリバウンドしにくい体づくりが可能となり長期的な健康を維持することができますさらに r イザップの大きな特徴の一つとして30日間無条件全額返金保証がありますこれは顧客満足度に対する自信の表れでありもしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるため リスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができますこの保証は多くの人々にとって安心して始められる要因となっておりライズアップが信頼される理由の一つですライズアップのトレーニングは1日50分週に2回の無理のないスケジュールで行われます忙しい現代人にとって続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です短時間で効果的なトレーニングを行うことで 時間を有効活用しながら確実に成果を上げることができますそして r イザップでは無料カウンセリングも行っていますプログラムに参加する前に自分に合ったプランを確認できるため不安を解消してからスタートすることができますまたトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため他人の目を気にせず集中して取り組むことができますこれにより よりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。テレビ CM でも「結果にコミットする」というキャッチフレーズで話題になっているライズアップですがこの言葉には単に体重を減らすだけではなく健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムはあなたの生活を豊かにし理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。 このように、ライザップはダイエットだけでなく、健康管理にも特化したプログラムを提供しており、健康的に痩せ、理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でも、ライザップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。